はい、1月6日土曜日、苗場スキー場です。時刻は12時回ったところですね。天気は晴れということで、ちょっと今雲多めですけどもね、薄曇りといった感じでしょうかね。風も、こんな感じで、はい、旗がこうなびいてますけれども、曇ってるとですね、少しこう肌寒いという感じですね。滑っていてちょうどいいという感じですけども、晴れると日が出るとですね、暖かくて非常に今日は快適な一日となってます。で、苗場3日目ですけれども、今日はですね、ゴンドラで上がって、そしてペアリフトですね、今数本滑りまして、でまだ頂上はですね、多分雪の付きが悪いと思うんですけど、その影響でですね、多分休止されてるんだと思います。で、今ペアリフトが2本稼働しているということで、12時くらい、今ですね、お昼時ですので、そこまで列ですね、長蛇の列っていう感じではないです。並んでも4分5分とかそんな感じですかね。先ほどは1、2分で乗れる時もありましたね。タイミングをずらせば、そこまでリフト待ち区にならないという感じですね。で、雪質が、下と変わってですね、非常に柔らかで、少しボコボコしているところはあるにせよですね、非常にこの時期らしい雪質で、今滑ることができました。ただですね、やっぱりお客さん多いです。今日土曜日ということもありますので、ちょっと重なったりするところもありますので、今みたいなこういった空いているタイミング、左半分全然今空いてますよね。こういったタイミングもありますので、そういった時を狙って滑るとですね、非常に気持ちよく滑れるんじゃないかなと思います。短いコースではあるんですけども、もうこの小雪のシーズンの中ではですね、まずまずのコースコンディションなんじゃないかなというふうに思います。で、これからですね、滑って、下山したいと思うんですけれども、やっぱりゴンドラから下を見るとですね、やっぱり茶色くなっているところですとか、竹の棒でですね、バツしているところも見られましたので、ゆっくりですね、下山したいなというふうに思います。いや、本当に景色綺麗ですね。本当はもっと真っ白なんでしょうけれども、でも十分です。非常に大満足ということで、少し見にくいですけどもね、向こうは群馬県になりますね。みなかみ方面、沼田方面、月夜の方面、ちょっとはっきりしないんですけど、雪はないですね。はい、群馬の方しっかり見れています。はい、ということで今日の苗場の様子でした。以上。